おはようございます。毎年恒例となりました。仕入れのタイミングがやってきたので、Vlog を撮っていこうかなと思います。今朝の何時ですかね。7時半。7時半ですね。東京に向かうために、名古屋駅に向かっております。オクテットチャンネル。2社回ってきたんですけど、ちょっとね、今日は今かなりタイトなスケジュールなんでギリギリになってしまってますけど、まあ、投資であと2社ですかね、行っていきたいと思います。という感じで、まあ仕入れにね、プレイですけどね、この説明は多分前にもしたことあるかな、多分あると思うんですけど、年に4回仕入れのタイミングがあって、プレオーダーっていうちょっと事前にあるようなやつと、メイン店と、それが春夏と秋冬であるみたいな、なんかそういう4回のやつで、今は、来年の秋冬のプレイなんで、24年25年のプレーっていう形でちょっと行ってきたんですけど、結論的に言うと全部値段高くなってる。まあ値段の話はやっぱりもうついて回りますね。もう今年もやっぱ言ってましたし、多分来年も言いますし、その次も言うんじゃないかなと言うんですけど、まあ、これで見えるのはやっぱり定番って言われるものだったりとか、お持ちじゃないけど絶対に持っておいた方がいいものっていうのは、やっぱり早め早めにゲットしてもらうのがいいのかなとは僕は思いましたね。特に例えばですけど、まあ、大体、平均的に 10% ぐらい値段が高くなるんですね。なんでザノーネの京都、今年めちゃめちゃ人気で、6万円で、ね、ご紹介できてたのが、来年は6万9千円とかになるんですね。なんで、まあ、そういうのが結構もうほとんどのブランドでそうなってくるんで、今年もあって来年もあるようなものとか、まあ、今持っておいたらもう10年後ぐらいまで使えるよねみたいなやつって、もうずっと使うようなやつはやっぱり早めに早めにゲットするのがいいんじゃないかなと思います。はい。でそれで言うと、例えばムーレとかね、定番のアイテムがうちは結構ラインナップ的には多いんですけど、なんかそういうのも、ドミツィアのタトラスとかはちょっとまだ行ってないんで分かんないんですけど、そういうね、選び方買い方っていうのがいいのかなと思います。はい。でもまだ今回プレイ行ったのがザノーネインコテックスと、フィナモレだったりメルビッチだったりとか、あとはどこ行ったっけ、ラルディーニとかジャネットだったりとか、フィリッポ・デ・ロレンですだったりとかと、まあ、ムレ・ヤコブとかね、その辺りを見てきたんですけど、全体的な来年の流れから見ると、まずカラーですね。カラー色の感じはやっぱり今年の流れっていうのはそのまま引き続きあるような感じで、
ニュアンスカラーみたいな、まあ、自然色ナチュラルカラーって言われるような、グレージュとかベージュだったりとか、まあ、ブラウン系ホワイトとかアイボリーみたいなね、ああいう色味っていうのはまだコレクションでも結構多くあって、まあ、カーキだったりとかねオリーブもそうなんですけど、今後数年そんなに変わることはないのかなとも思うんですけど、その中でも結構ビビッドなカラーがパンと入ってくるような感じが目立ちました、はい、特にどうですかね、頼んでインコテックスとかもそうですし、ムーレーだったりラルディーニだったりとかでもそういう傾向が結構あるなと思います、はい、なんでまあナチュラル系のカラーは今年も結構人気で売れてますけど、まだまだ全然あのゲットしてもらって間違いないというか、まあメンズでも別に定番の色なんでいつゲットしてもいいんですけど、まあそういう着こなしをまだまだ通用できるなとは思います、はい、でそこからやっぱりなんかこう流れがちょっと明るいムードになってきた感じがするんで、色物だったりとかなんかこうベーシックなカラーに対して一個パンと明るい色とかなんか気に入った色のやつを使うとかもすごくねいいんじゃないかなと思いまして、まあ、来年もそういう提案ができればなと思って、一応考えてます、はい、あとはスタイル的な話で言うとインコテックスですらちょっとワイドなパンツとかが、まあ、うちの提案の中にあるかどうかわかんないですけど、まあこの世間一般の流れ的にパンツがだんだん緩くなってるっていうのがあって、なんか皆さんも結構浸透してきた感じがあって、お客さんと話してても、ピタピタのパンツはちょっとなみたいな話をやっぱされ始めてるんですね。結構なんでちょっとだけゆとりがあるとかストレート気味なやつだったりとか、まあ感度の高い方だとワイドなやつに挑戦してみるだったりとか、そういった方も増えてきてだいぶ街でも見慣れてきたのかなと思いますんで、まあ、引き続きやっぱりスリムテーパード綺麗なシルエットっていうのは僕らのこういう世代のファッションにおいては絶対に軸になるところだと思うんですけど、それにこうちょっとメリハリとしてだったり、なんかこうマンネリを防ぐためにとか休日だけそういう緩いの履いてみるとか、なんかそういう使い方もすごくいいのかなと思います。はい、ぜひねその辺もちょっとやってみてほしいなと思っています、はい。まあ、ぜひねもう冬本当にね最近寒くなりましたし、真冬のアウター引っ張り出してきて着れるような時期で重ね着もたくさんできていろんなアイテム使えておしゃれ楽しい時期かなとは思うんで、あの楽しみながらファッションを、過ごしてもらえたらいいなと思っております、はい。またなんかこういうのを聞いてみたいですとかこういうの見てみたいですみたいなね、ことがありましたらぜひコメントだったり、LINE の方でお待ちしております、はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。